ス100本釣るのに何日かかるかチャレンジ、イエーイ。今日は珍しく朝から風が吹いてるので、これはスピナブでしょってことでドン投げたいと思います。本流来たらちょっと濁りが強くなってきたけど、スピナベはダメだったのでフリーリグ投げたいと思います。おお、めっちゃミミズ、めっちゃ長いね。うん、多分7インチくらいあるな。ちょっとでかいミミズということでね、持ってたのがこれだったんでね、ちょっとこれのネコリグやってみたいと思います。かわいいね。音がすごいな。次はまだ投げてなかったということで、お決まりのフローシャット投げたいと思います。今日見るご飯はミダーインゼリー。 いつも通りなんですよ、実は。
香港に来たらさらに濁りが強くなってきたので、ダブルウィローからタンデムウィローに変えて投げていきたいと思います。いい感じのゴミ溜まりと太い木があったので、パワーフィネスやりたいと思います。いい感じの岬があったので、フリーリグを気分変えてドライブビーバーでやりたいと思います。風よけがあって当たりが取りやすそうなので、キャロやりたいと思います。よし、早速ですが、先ほどリスナーさんにいただいたデスアーダーに変えてやってみたいと思います。
バスが釣れました。いただいたデスアーダーで釣れました。ドッデンドン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 デン。もうね、ボーテンさん目の前のところでね、ちょっと時間が余ったから寄ろっかなと思ってやったら釣れました。ラストタイムフィッシュってことで、この動画がいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。